スプリングフィールドの戦いは、アメリカ独立戦争中の1780年6月23日、現在のニュージャージー州、スプリングフィールドで、イギリス軍と大陸軍の間で戦われた戦闘である。当時の独立戦争の主戦場は南部に移っており、北部では1778年6月のモンマスの戦いを最後に、ニューヨーク近辺で両軍の睨み合いが続いていた。 そうした中で起こったこの戦いは長い間イギリス軍ドイツ人洋兵部隊による単なる奇襲と考えられていたが1800年代にイギリス軍の記録が明るみに出てニュージャージーのモリスタウンに置かれていた大陸軍の作戦本部を襲うことによりニュージャージーでの足場を確固たるものにしようというイギリスの戦略であったことが分かったイギリス軍は ビルヘルムフォン・クニプハウゼン将軍の指揮するドイツ人傭兵部隊で1780年春にニュージャージーへの侵入を試み、海戦から5年を経過して戦争にあぐんでいた地域住民が味方につく可能性を探ろうとした。作戦はスタテンアイランドから始めニュージャージーのエリザベスに侵攻しニュージャージー北部のアチャング山脈を抜ける戦略ポイントである オバート・ギャップを確保すれば、モリスタウンの大陸軍作戦本部を襲うことが可能になるというものだった。イギリス軍は、このエリ団、チェシャー連隊、スコットランド王室連隊、第43不評連隊、王室砲兵連隊、第17りき兵隊、第1アメリカン連隊、イエーガー軍団フォンド・ノープのマスケット銃連隊、及び本坊勢のマスケット銃連隊から、かき集められていた。 スプリングフィールドのあたりはそれまでにもしばしば、イギリス軍に襲われ略奪されていたので、住人も特に用心深くなっていた。1780年6月7日に襲われた時は、コネチカット農園の戦いと呼ばれたが、現在のユニオンタウンシップの町に火をつけられ、大陸軍の従軍牧師であったジェームズ・コールドウェルの妻ハンナが殺された。クニプハウゼン軍が、 コバート・ギャップに向かったという情報に接し、大陸軍はロードアイランドの正規兵部隊、ライトホース、ハリーの騎兵隊、及びニュージャージー民兵隊を集め、スプリングフィールドの小さな集落を防衛拠点とすることを決めた。ジョージ・ワシントン将軍は戦いの前日までスプリングフィールドに司令部を置いていたが、防衛式をナサニエル・グリーン将軍に任せてそこを離れた。 イギリス軍及びドイツ人傭兵部隊は二手に分かれて、ボーホール道路とギャロッピングヒル道路沿いからに方面攻撃をかけた。大陸軍はどちらの攻撃も予測し、ラーウェイ川の浅瀬を前に残壕を掘って待ち構え、イギリス軍の攻撃をしのいだ。イギリス軍の文献隊が他の地点で川を渡り、スプリングフィールドの中心街とショートヒルズの麓から側面攻撃をかけようとした。 大陸軍の予備隊がこの攻撃も跳ね返した。大陸軍は前線の丘を確保し、クニプハウゼン軍は撤退した。戦闘は短時間だったが激しかった。イギリス軍は40分間に5度攻撃を仕掛けた。イギリス軍は撤退するときにスプリングフィールドの集落に火をかけたので4軒の建物を除きすべて焼けてしまった。その4軒のうち3軒は現在でも残っている。 大陸軍と民兵隊は、イギリス軍の撤退中に嫌がらせを続け、スタテンアイランドに完全に支持属まで追撃を続けた。伝説によれば、ジェームズ・コールドウェル牧師は、ワッツのサンベカ州のページを渡して、銃の詰め物として用いさせた。当時の銃は攻撃力を高める目的で、発砲時のガスが漏れることを抑えるために、紙や布で詰め物をしていた。コールドウェルが叫んだ。 兵士にワッツを渡せはこの時の出来事に橋を発して軍隊の時の声に使われるようになった。この戦闘は北部における独立戦争の最後の大きな海戦となりイギリス軍のニュージャージー侵攻の目論みに終止符を打たせた。戦争の主戦場が南部に移っていたのでスプリングフィールドの戦いは忘れられた勝利と呼ばれるようになった。ニュージャージー州の歴史の中でも 最後の戦闘となった。大陸軍が防衛線を張った川の浅瀬は、共防ホール道路とミルバーンアベニューの交差点、およびワシントンアベニューに近いモリスアベニューとなっている。ありがとうございます。